関目生育駅は、大阪府大阪市上東区関目5丁目にある、大阪市高速電気軌道今里筋線の駅。駅番号は、I17、京阪電気鉄道京阪本線関目駅と、隣接している。二層式で、各一面一線の地下駅である。このような構造は、東京メトロ千代田線町屋駅や神戸市営地下鉄、西神山手線三宮駅、 県庁前駅などに見られるが、大阪メトロの駅では、唯一の構造である。1番線が地下2階、2番線が地下4階にある。また、当駅に発着する板舎の方面の列車は、今里筋線の途中駅で唯一、進行方向に向かって、左側の扉が開く。各出口にはエレベーターが設けられ、京阪関名駅に連絡する階段については、エスカレーターも設けられている。 当駅は清水管区駅に所属しており、清水管区駅長が管理している。改札口と2番線とを直接結ぶ階段はなく、階段を利用する場合は1番線のホームを経由しなければならない。地上面からプラットホームまでの深さが25.9メートルであり、大阪メトロの駅の中では、大阪ビジネスパーク駅に次いで2番目に深い駅である。 2020年11月10日の1日、乗降人員は5431人である。谷町線への乗り換えはできない旨を伝える。案内版谷町線の関目高戸の駅も、開業当初の駅名は関目駅であった。地元自治会の要請によって、後に関目駅と表記されるようになり、1997年に関目高戸の駅に正式に変更された経緯がある。 当駅も、仮称駅名は、関目だったが、関目高戸の駅との混同を避けるために、近隣地名である、生育をつけた。車内放送では、関目生育と、機に強制が置かれる。谷町線の関目高戸の駅は北に300メートルほどの場所にあるが、完全な別駅扱いで、乗り換えはできない。谷町線との乗り換えは、大使橋今市駅を使うことになる。 ありがとうございます。